口さん、オーゼット戦でとんでもないオウンゴールを決める。谷口さん、久々の失点を決めてしまった。初失点が谷口のオウンゴールかよ。おーい、オウンゴール何やってんだよ、谷口。谷口いいゴールだなこれ。谷口ふざけすぎ。失点してんのにイケメンすぎだろ。谷口オウンゴールしてもイケメンすぎて許せるねんけど。嘘でしょ、谷口やっちゃった、まさかのオウンゴールかよ。アジアカップイラン戦以来7試合ぶりの失点。昔から苦労したようがあれですね。やはり谷口は怖い。冨安が戻らないなら、板倉を真ん中にして、高井の抜擢もありか。谷口オウンゴール厳しい球じゃないんだけどな。オウンしてもイケメンすぎるのよ。